はい、こんにちは、ジャンゴです。今回はブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン動画撮ろうと思います。ということで、やっていこうと思うんですが、まあ、500万ダウンロードのね、メモリアルフェスガチャなんてのも、来てますが、それ以上にね、新キャラ、新サポカですね。こちらちょっと見ていきましょう。新 SSR スペシャルサポートカード紹介ということで、覚醒ですね。こちら来ましたよと。まあ、軽く能力見て初回無料ガチャ引いていこうかなというところですね。覚醒によるイベント5の3で、トレーニングのターン延長、ターン延長権利3ターン、最大3ターン獲得ですね。そしてイベント4の2でトレーニング、セーブザブルーロック挑戦中のみ確率によってアウェイクニングに入りますよと。なるほど。あ、ターン延長とアウェイクニングを両方、効果持ってるよという感じですね。で、能力的には、初期テクニックアップ150、初期キックアップ350、練習時キックアップ 30%、スキルレベルアップ5、常時キックアップ 10%、練習時テクニックアップ 20%、レクチャー率アップ 70% で、固有が、スペレクの、練習率アップ 50%、あ、スペレクのじゃない、練習率アップ、スペシャルの練習率アップ 50% と、スペレクボーナスが 70% ってことか。なるほどね。で、練習メニューカードの方ですね。こちらで、ゴーとレンっていうね、2つ新しいのが来てますよと。まあ、黒青と赤白ですかね。はい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 。まあまあまあ、2つ練習カードが、加わったのはね、強いけど、まあレベル上げないとね、解放できないし、フレンドから借りられないサポカの方なので、まあこちらはね、かなり、このカードをね、引きに行った人じゃないと、ちょっと体感できないっていうところではありますね。まあ無料で2枚抜き3枚抜きしたら別だけどねっていう。で、メモリアルフェスガチャなんてのも来てるよということですが、まあちょっとね、その前のやつで、がっつり引いてしまったので、俺はちょっとできないですね。はい、じゃあ、早速、新サポカの初回無料分引いていきましょうか。ピックアップに関しては、そうね、とりあえず最新カード3枚選んでおけばいいかなというとこかな。さて、じゃあ行ってみましょうか。行け。さあ、まあとりあえずね、無凸でもいいから、おー、なんか来たね。1枚手に入れられればそれでも満足かなと言おうと思いましたら、なんか来ましたね。金玉多め。これ2枚抜きとかないかな。さあ、あと4つ。どっかで光るのは確定してるが、どこで光るかはわからない。ここで来た。あ、やった。あ、オッケーオッケー。久々サポカ無料分で来ましたね。あれ、ちょっと待って。今50って書いてなかった。あ、2枚だ。あ、やった。あ、オッケー。これ素晴らしい。50だね。あ、やったぜ。2枚抜きた。これちょっと予想外だね。久々に当たりを引いた気がする。じゃあ、凸が1つ進みますね。とりあえず。で、レベルも上げちゃいますか。まあ、55ですが、上げてみる。あ、オッケー、オッケー。で、コレクション、レベルが上がりましたね。はいはいはい。コレクションスキルレベルアップして、ちょっとステータス底上げできたよと。まあまあまあ、55まで攻めてあげるとね、かなり強いとは思うから、まあ今回ね、運よく2枚抜きできたし、あと2枚あればいいわけだよね。って思うと、ちょっと、狙ってみたくなるんだけど、ただね、スーパーチャンス来なかったからね。これで今回ね、スーパーチャンス来てたら2枚抜きもあったし、まあちょっと1回しか追えないけど、追っちゃおっかとかって追撃した気がするんだけど、さすがにスーパーチャンス来なかったら、5900しかない状態で追撃はできないかなということで、ここまでですかね。
まあ、ただ、これ、まあ、一応55でも、強いとは思うので、そうね、練習時キックアップ 18% と、常時キックアップで、練習時テクニックアップまでか。まあでもやっぱ60のレクチャー率アップ欲しいな。でも60になったら65の青黒欲しい、黒青欲しいなってなるから、まあ結局ここはね、しょうがないというか、どこまで行っても、もう1レベル上げたいなーの状態が続くということっすね。なるほど、なるほど。そしたらね、誰外すかちょっと迷うね。せっかくね、前回狙って取っためちゃくちゃ強いだけど、あーでもまあめちゃくちゃ強い覚醒プラス、じゃいっきり拾うために潰す一択とかになるかな、俺の手持ちだと。まあ65いってんのがね、じゃいっきりと覚醒の一歩の2枚しかないから、まあ、ここね、特別練習入るようになったし、この2枚のどっちかは使うとして、残りがね、まあ、今回の覚醒とめちゃくちゃ強いで、大体のキャラは行くようにするといいのかなという感じですかね。まあ、ナギとかイサギとかの場合はこの消える匂いの方を使おうかなとは思うけどね。まあ、あと、ちぎりだったら、鎖からの解放とか、ロッキーだったら、みたいな専用カードがあるやつは、そっちを使うようにはなると思うんだけど、まあ、それ以外については、大体、覚醒とめちゃくちゃ強い組み合わせて、プラスアルファ1個は、選手によって変えるみたいな形でいくのがいいんじゃないかな、という感じですかね。俺の手持ちだと。めちゃ強もな、無凸だと、レクチャー率アップが来ないんだよね、やっぱり。だから60が欲しいとこなんだな、こっちもあっちも。で、イベントステータスアップがね、ちょっといらないというか、1枠潰しちゃってるところがあるんで、まあそういう意味ではね、なんか、そこね、他のがあったらよかったのにな、みたいな話ではありますね。めちゃくちゃ強いについては。まあこっちもね、ちょっとスキルレベルアップのところ別のだったらもっとよかったのにな、とか思っちゃうけどね。現状スキルレベルアップが機能してるのって、ロキのやつと鎖からの解放ぐらいなんだよね。これね、確率でアウェイクニング入った時に、メインのスキルのレベルも上がるから、メインのっていうか固有のね、そこはいいとは思うんだけどね。それ以外だとなかなかちょっとスキルレベルアップは機能しなくなってるかな、と、言ったとこですね。このちぎりとかでわかるかな？あ、そう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 。こういう感じね。ぶっちぎりの、レベルが3になってるという風に、固有スキルのレベル上げるっていう意味では、スキルレベルアップ機能するんだけど、それ以外だとね、あんまりスキルレベルアップが、今白スキルのレベル上げてもそんなにだなっていうところなんで、恩恵ないなと思ったりはしてるんですけどね。はい。ということで、まあ、今回はね、これで終わりにしようと思います。ありがとうございました。よいしょー。